どうやったらうまくやっていけるかなみたいな。うにちゃんカルビちゃん、かわいいでしょ。テーマないんですけどね。お二人は初対面ですか？はい、初対面。あ、もう会ったばっかりですね。はい、もう5分前くらい。5分前に会ったばっかりです。初めまして。正直、はい、新聞に載ってる写真でもっと大きい方だと思ってたんですけど、あ、想像、もっと大きい、はい、想像より、はい、このこと言ったらあれなんですけど、はい、ベビーフェイスですごい可愛らしい方だなっていう印象を受けました、ね、テレビで見ると、すごい綺麗っていうイメージしたけど、実物見ると可愛いなっていう、はい、褒め合って、ちょっと褒め合っていい感じですね。児玉選手はどんな1年だったですか？そうですね、なかなかタイトルを取れない年がずっと続いたんですけど、今年になって初めて取ることができて、今までの努力っていうのがやっとこう結果に表れてきてるなと思う1年でした、はい、やっと手にしたこの優勝っていう、はい、この瞬間っていうのはどんな感じだったですか？もうなんかどっちかというと嬉しいとかじゃなくて、やっとっていうほっとした、やっと恩返しができた、やっとタイトル取れたっていう気持ちの方が大きくて、喜びっていうよりも本当に安心した方が大きかったです。やっとっていう言葉で、あ、本当にもう努力してる方なんだなって、私勝ったら やったって思っちゃう方なんで、やっとって思えるほどきっと苦労だったり、まあ、努力とかもされてるんだなっていうのを今の一言ですごい分かりました。佐藤選手にとってはこの2018年ってどんな年だったですか？はい、充実していたというか、G1 で初めて、優勝戦3着以内に入れて、 SG の優勝戦も乗れて、こんなすごいメンバーで走れてるんだっていうのはすごい感じました、ね。まあ、結果8着っていうことで実力通りではあるんですけど、正直すごい悔しいっていうのはありましたね。またチャレンジしたいっていう気持ちでいっぱいです。それぞれ1日の過ごし方とかそのあたりって佐藤選手どうですか？そうですね、オートレースは開催中以外は練習とか整備とか一切、まあ、できない決まりになっているので、本当に開催中だけ仕事をするっていう形なので、朝練習がやっぱり基本的な、もう練習時間がもうそのぐらいしかないので、前の日から朝練習のために整備していろいろ試せるようにタイヤも何本も準備しておいてバタバタ練習しますね。まあ、体力的な部分ではあまりその男女の差も感じないですし。感じない。そうですね、まあ整備やっぱタイヤ交換とか力がいる仕事もあるので、そういった時は多少まあ不利な部分もあるとは思うんですけど、バイクにまたがってしまえば一緒かなというふうには思ってます。練習って開催中だけなんですか？そうなんですよ。そうなんです。競輪はそれまでのそれまでにずっと練習を積み重ねていくじゃないですか。で、だから本当にすごいなって、いやだっていつも思います。すごいスピードで走ってるじゃないですか、はい、あれを開催中しか練習しないんですか？そうなんですか、はい、やばくないですか？すごっ。逆にでも本当に普段は練習、もう練習ばっかりですね。そうですね、はい、ずっと自転車乗ってます。まあみんなもう自分で DVD プレイヤーとか持ってきたり、漫画とか持ってきたり、ネイル試合っ子してたり、なんか恋愛話してたり、売店でお菓子たくさん買ってきて、
でテレビ見ながらみんなでお菓子食べてわちゃわちゃしたりとかあとなんかどこのネイル屋さんがうまいよとかどこの洋服だったらサイズあるよとかなんかそういう情報交換とかもいろいろやってます。そこが女性がたくさんいるからこそですよね、うん、これどうですか、あのオートレースに置き換えるとやっぱり女性私一人しかいないっていう開催もがほとんどなので、うん、宿舎ではもうひたすらテレビ見て半身浴室でみたいな感じですね。それ寂しいですね。なんか怖くないですか、なんか一人で私でも最初からもう一人だったので大丈夫なんですけど、やっぱ後輩の子とかいつも同期と一緒だったんで、なんかその怖いってよく言いますよね、うんうん、なんともない。私全然大丈夫だよ。全然大丈夫女性だけでなんかどうやったらうまくやっていけるかなみたいな